今日県内では新たに百六十五人の新型コロナウイルス感染と感染者二人の死亡が発表されました。県内で新たに感染が発表されたのは百六十五人です。一日あたりの感染者数は先週火曜日より五十五人減っていて。前の週の同じ曜日を二日ぶりに下回りました。医療圏別で見ると鹿児島で六十人、先殺三十七人。 難殺26人などとなっていますまた感染者2人の死亡が発表されています県内の今日午前6時時点の病床使用率は15.4%で重症者用の病床使用率は0%となっています